どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。今回の動画ではですね、このねハワイにあるカードラウンジ、こちらをねまとめて紹介していきたいなと思います。ということで、今後ねハワイに行かれる方はですね、ぜひねこちらの動画参考にしていただいて、ショッピングのね合間にでもぜひねこのカードラウンジね、ハワイには結構たくさんありますんで、まあ一休みねしていただくのでかなりおすすめっていう風になりますんで、ぜひね参考にしていただきたいなと思います。ということで早速内容に入っていきましょう。では1軒目到着です。まずこちらはインターナショナルマーケットプレイス、地図はね出しておきますけども、こちらにね楽天カードのラウンジがあります。ということで行ってみましょう。私もねこの楽天カードのねインターナショナルマーケットプレイスのラウンジは来たことがないんで非常に楽しみですね。なんですけども、楽天カードラウンジの中はね撮影が多分ね NG だと思いますんで、この点はご了承ください。それでは到着いたしました。楽天カードラウンジですね。アラモアナセンターにもありますけども、こちらにもあるということで、このねちょうど真ん中にね丸くなっている部分ですね、そこのねこのオレンジ色のところが楽天カードラウンジっていう風になっております。はい、ということで楽天カードラウンジ出てまいりました。ちょっとねホテルの Wi-Fi は結局弱くて、少しね Wi-Fi を使わせていただいて20分ぐらいね滞在させていただきました。こちらね結構広くて、あのアラモアナセンターにもねあるんですけども、こっちの方がね全然広いんで、まあどっちかしか行かないっていう方はねこっち来た方がいいかもしれないですね。このインターナショナルマーケットプレイスでもね結構いろんなねお店が入っているっていう風になりますんで、まあここでねあの立ち寄るのもね結構いいのではないのかなと思います。あのねアラモアナセンターのね楽天カードラウンジね、あの迷いますんでね、結構ね私だけかもしれないんですけども。ということで、このね楽天カードね、あの楽天カードラウンジ自体のねちょっと中をお見せすることできないんですけども、今回ねこのうちわ、はい、パナちゃんのうちわをいただきました。あと楽天カードラウンジの案内で、こちらにねあのアラモアナセンターとかの楽天カードラウンジも書いてあると。であとね、はい、こちらウェットティッシュですね、これはね結構いいですね、はい、反対ですね、はい、こちらもいただきまして、あとこんなもんかな、もらったかな、はい、以上ですかね。でこちらね一般カードでも、ゴールドカードでもね利用することができるっていう風になりますし、またねこの中のねサービス自体はかなりねたくさんありまして、カード紛失とかのね相談とか飲み物、あと Wi-Fi、 お手洗い、あとマッサージチェア、手荷物預かり、 PC プリンター、充電器貸し出し、まあ、店内のみみたいですけどね、あとお子様連れのお客様にはベビーカーの貸し出し、キッズセーフベース、授乳室、おむつ替え、ハイチェア、離乳食の温めとかもねできるということで、こんな感じでねあの書いてあるわけなんですけども、やはりねあの観光に疲れてねちょっと一休みするっていうのがねかなりいいです。でまたね利用してる人も結構いますんでね、あやっぱり観光はね疲れますんで、またね飲み物もねあの特に制限なくねあの利用することができてしまうという風になりますんで、もう毎日ここに入り浸るのもね別に悪くないんじゃないかななんていう風に思います。で一般カードとプレミアムカードでね、ちょっとねプレミアムカードの方はプレミアムカードエリアみたいなところはね行けるみたいですので、もしねあの年会費1万1000円のプレミアムカードとかね持ってる方はもうちょっといいところにもねまあ行けるっていう感じですかね。はい、まあ私はねちょっとスプライトをいただいてちょっとゆっくりして、過ごさせていただいたんですけども、ぜひこちらも覚えておいてください。ということで次のラウンジ行きましょう。それでは到着しました、ワイキキショッピングプラザです。こちらも地図載せておきますね。こちらにもねいくつかラウンジ入ってますんで見ていきたいと思います。下の階やってますね。この前来た時下の階はやってなかったと思いますけども、復活してるっぽいですね。それではまずはじめに、ま、マハローラウンジですね。こちら今回ねちょっと入ることはできませんけども、 ANA の飛行機、こちらで往復していただくとですね、 ANA のトロリーバスが利用することができるわけなんですけども、そちらでね同じクーポン、まあ、クーポンというか、まあ、QR コードで一緒に、ね、入ることができます。こちらね、ユナイテッド航空のマイルとかで取った、
ANA のね、飛行機とかでも利用することができるっていう風になりますんで、まあ、こちらね、前回ね、動画ちょっと見ていただければな、なんていう風に思うんですけども、Wi-Fi、あと、飲み物、お手洗いとかね、キッズスペースとか利用できますんで、ぜひ利用してみていただければな、と思います。こちら ANA のね、飛行機で利用されている方限定のラウンジですね。はい、かなり広いです。こんな感じでね、ANA ハワイということで、フライングホールね、3号機もね、とうとう、就航開始になりますんでね、ぜひこちらを覚えておいてください。これね、ANA で来たらね、ラウンジも利用できて、バスも利用できるっていうのはね、本当にいいですよね。はい、ということで次に行きましょう。それではですね、次 JCB のラウンジ行こうと思ったら、5階?あ、この5階にあるみたいなんで、ちょっと別のラウンジ次行っちゃいましょう。はい、5階にね、今ね、仮営業してるみたいですね。ということで、ちょっとね、今回ね、初めて行ってみるラウンジなんですけども、こちらね、私行ったことなくて、多分ね、入れると思うんですけども、この奥、JTB のグローバルラウンジ、ホノルルラウンジっていうのがね、奥にあると思うんですけども、こちら、ちょっとね、今まで行ったことなくて、利用してみたいなと思ってたんですけども、こちらね、はい、行ってみたいと思います。こちらですね。入室条件はね、多分これなんですよね。ですので、三井住友カードとか、楽天カード、エポスとかね、多分これゴールドじゃないと入れないと思うんですけども、UC とかね、前提起してみたね、セゾンとか、消されてますけどね、ちょっと使えるかどうか聞いてみたいと思います。こういった感じでね、ハワイの情報も取れると。で、こういうカウンターのところもあって、あと個室ブースもあるみたいですね。これいいですよね。どうでしょうか。こんな感じ。あ、充電とかもね、しつつ集中できそう。で、テレビがあって、こちらにね、またハワイの情報もあると。で、パソコンデスクもあるんですね。で、飲み物、冷たい飲み物と、あとね、あったかい飲み物もこっちにあるという感じで。エスプレッソとか、アメリカーノとか飲めますね。はい、では、ちょっとゆっくりしましょうか。それでは、これがね、ラウンジの中になっております。先ほどに飲み物あったのが右奥ら辺ですね。で、パソコンとかも使えますし、またね、ハワイの情報も取れて、日本のね、テレビとかもやってますんで、まあ、一服するのにはね、非常にいいのではないでしょうか。まあ、見ていただける通りですね、ここしかね、場所はないんですけども、誰も利用してないですんでね。はい、これはいいですよね。うん。多分ね、知ってる人少ないですよね、ここね。はい。で、お手洗いはね、外にあるということで、Wi-Fi とね、同じ感じで、このコードはね、このね、奥にデスクがあるんですけども、そこにね、Wi-Fi のコードと、お手洗いもね、コードを入れて利用するみたいな、そんな感じになっておりますんで、まあ、そちら見ていただいて、まあ、そのお手洗いにね、鍵かかってると思うんで、番号してね、利用していただくみたいな、そういった形になります。いやね、本当に誰も利用するしてる人がいなくてね、めちゃくちゃリラックスできていいですね。ではね、こちらに、一応ね、カード会社の名前は書いてあるんですけども、ゴールドとかじゃなきゃいけないとかね、そういった、クラスのことはね、一切書いてなくて、入り口へね、入るとそこでね、タブレットで、受付をしていただくんですけども、そこで初めてね、利用することができるっていうのが、まあ、わかる感じなんですよね。ですので、エポスとかだとね、ゴールドじゃなきゃいけない。三井住友カードだったら、何でも OK みたいなね。まあ、結構ね、縛りがあるみたいですんで、まあ、私の動画を見てる方はね、エポスゴールドカード、JK ボスゴールドカードね、持ってる方多いと思いますんで、まあ、ひとまずそれで利用していただくのがね、おすすめですかね。あとはね、ナンバーレス持ってる人多いと思いますんで、まあ、三井住友カードのね、ナンバーレスでも、一般カードも OK っていう話をね、今お聞きしましたんで、一応ね、公式サイトにもね、三井住友カードね、こちら書いてあったんで、多分にはなりますけど、一応ね、できると思います。一応心配の方はですね、出発前に確認してから、来るようにしてください。ということで、JCB の、仮ラウンジに行きたいと思います。
それでは発見いたしました。5階の一番奥まで行くとこういった感じでねありますね。ということで行きたいと思います。ここはね、まあ、前回下のところで行きましたけれども、一般カードでもね入ることできますので、ぜひハワイといえば JCB カードを持ってきましょう。ピンクラインも無料で乗れます。ということで行きたいと思います。はい、ということでかなりね今ね改装中ということで、半年ぐらいですね、今のね仮ラウンジで運営されるっていう風になりますんで、ちょっとねゆっくりするって厳しいですかね。はい、本当にね係のデスクの方のね距離ともねかなり近いっていう風になりますんで、まあいろいろねサービスはね利用することができる。またねこういったね割引チケットとかね、いくら以上使ったらノベルティもらえますとかね、あとはこういうね何パーセントオフチケットみたいなのがもらえますので、まあここら辺だけはねゲットしといた方が、まあお買い物される方はねいいのではないのかなと思います。あとね前回だったかな、もう結構前だったかもしれないですけども、細かい話でねさせていただいたと思うんですけど、このね旅ラバっていうのはですね、JCB ね情報ね載ってるっていう風になりますんで、これもねぜひ覚えておいていただきたいなと思います。旅ラバってやつですね。であとちゃんとねピンクラインが無料で乗れるっていうことも、ね、記載されておりますんでね、こちらもぜひ覚えておいていただければなと思います。でもらえるものはですね、こちらお水がもらえます。前ねトートバッグとかね去年のいつだったかな、一昨年か、もらえたりしたんですけども、まあ、今ねそういうのは配ってないみたいですね。ちょっとこればっかりはね行ったタイミングによると思うんですけども、まあ結構いろんなもののね、クーポンもらえるっていう風になりますんで、ひとまずこちらね、覚えておいていただくのと、まあお水はね、何もあってもね、旅行中はいいかなと思いますので、こちらもぜひもらっておいてください。ということで、あとね、楽天カードのね、ラウンジ、もう一個ね、回りたいなと思うんですけども、まあ正直ね、楽天カードのラウンジは、中が取れないんでね、はい、ちょっと、行くところまでは行くんですけども、一応ね、中取れないんでね、中見れるのはまあここで最後かなっていうところですかね。はい、ということで一応ねアラモアナセンターの方に、ね、移動したいと思います。それではアラモアナセンター到着しました。では行きましょう。では JTB プラザですね、到着いたしました。こちらねオリオリステーションアラモアナっていうところにねありまして、まあ、外側ねこんな感じになっておりまして、まあ、JCB のロゴねでかくバンって書いてあるんで、まあ、ここ来ればね、まあ、分かると思うんですけども、結構分かりづらい手がね、入り口からピンクラインを降りたところからちょっと遠いですね。では中に入ってきました。こちらはね飲み物等々はないんですけども、こういったね休憩スポットがアラモアナセンター内にあるということで非常にいいですね。はい、まあこれはねお土産類が、まあ、売っている感じですね。でバイク、まあ、こういうサービスもあれですね、割引価格で利用できるみたいな感じですかね。で、あ、飲食はねダメみたいですね。飲食はやめてくださいって書いてありますね。ですけど、まあこんな感じでね休憩できるスポットがあるということで非常にいいですね。どうでしょうか。これ私 JCB プラザの中にねこんな場所があるとは正直思ってなかったですね。一応ラウンジと言っていいんじゃないでしょうか。インターネットとかね使えますし、お手洗いとかはなさそうですけども外にあるのかな。はい、まあ、これで飲み物があればちょっと完璧だったところはありますけどね。はい、まあ、飲食は禁止ですけども、ぜひアラモアナセンター来られた方はここねちょっとね場所分かりづらいですね。すごい端的に言うとですね、ピンクラインを降りてフードコートの方に歩いていった入り口を入らないで左にずっと行く感じですね。歩いて5分ぐらいかかるかな、結構遠いです。はい、ピンクラインとかね、ANA のシャトルバスありますけども、あそこから来ると結構入り口から遠いですね。はい、結構歩きます。はい、こういった形のね休憩スポットになってます。でもね非常に今こうクーラーガンガンに効いてて快適ですね。でこういったね JCB のハワイガイドアプリとかあるんですね。はい、こういう お役立ち情報とかね、はい、めちゃくちゃあるんでこれは良さそうじゃないですか。うん、アラモアナセンターにあるお店からそうじゃないお店まで、ああすごい種類別に書いてあるんでめちゃくちゃ良さそうですね。うん、これはいい。
ジャンルごとステーキとかね、和食、カジュアルとかいろいろありますね。あとね、入り口であの先ほどの JCB のランチでもらったこのねクーポンもここでももらえましたね。はい、ということで、あとねいいですね、 Wi-Fi も無料で利用することができます。ということで一息ついて、楽天カードランチの方にね行きたいと思います。こちらね JCB のロゴ書いてあるんですけども、この右側がね JTB のラウンジになるって言った感じになります。まあ、私ねこのラウンジね知りませんでしたので、結構いいんじゃないでしょうか。まあ飲み物等々はねありませんけどね、一応お水だけね冷水器だけありました。ということで次楽天ラウンジ行きましょう。では楽天カードラウンジ到着いたしました。こちらもね中撮影 NG ということで利用していきたいと思います。場所はアラモアナセンターの2階ですね。ここはね入ってきてね地図等々見てきた方がいいと思います。多分ねかなり広いんでね迷うと思いますんでね、はい、ちょっと口でもねうまく説明できません。ということで行きたいと思います。ということで、ラウンジ出てまいりました。やはりね楽天カードラウンジいいですね。はい、利用された方もねめちゃくちゃいました。あの席が埋まるぐらいね混雑してるっていう風に、ね、結構びっくりしたんですけども、やはりねハワイの観光のね方も戻ってきてるということで、ぜひ楽天カードをね持ってハワイに、ね、来ていただければなと思います。ということでこれでね、ハワイのラウンジ巡り、終了ということで、ホテルの方にね戻りたいと思います。ということで今回ですねハワイのねラウンジまとめてね紹介させていただいたわけなんですけども、知らなかったラウンジとかねありましたでしょうかね。まあ個人的にはですねどこが一番良かったかって言われると、ワイキキショッピングプラザのですねグローバルラウンジ、ホノルルグローバルラウンジでしたっけ、あちらがね一番ね利用してる人も少なかったですし、飲み物 Wi-Fi とかねあのお手洗い等々も含めてですね利用することができたっていう風になりますんで、あそこが一番良かったですかね。ラウンジに置いてある飲み物っていうのが楽天カードの場合ねコーラとかスプライトとかね本当に日本で提供されているようなものがね、まあ、そのまま置いてあるっていう風になりますんで、あのハワイ特有のね缶のジュースがあのグローバルラウンジとねまた ANA ラウンジもねあの提供されているっていう風になりますんで、まあコーラとかスプライトとかねそういったものを飲みたい方はまあ楽天カードの方がねいいのかななんていう風に思います。あとはねあのお子様連れの方はねもう楽天カード一択かなっていうところで、まあ快適さを求めるんだったらグローバルラウンジがねいいのかなっていうところですかね。ちょっとね JCB のラウンジはですねお水はねもらえるんですけども、飲み物のサービスはね特にね今回行った時ね仮営業でしたけども、まあ前回行った時もね飲み物のサービスはまあお水だけもらえるっていう風になりますんでね、はい、ですんでまあこの楽天カードのラウンジ、まあワイキキショッピングプラザにもねあの楽天カードのラウンジあるっていう風になりますんで、まあここかグローバルラウンジかっていう感じですかね。まあ ANA で、ね、往復されている方は ANA マハルラウンジね、あそこもね利用されている方はね少なかったので、あちらもねおすすめっていた感じになります。まあもしね何かわからないこと等々ありましたらですねコメントねいただければななんていう風に思いますので、まあこのねラウンジっていうのはですね、まあ一息つくっていう場所と荷物の預かり等々もやっておりますんで、ホテルのチェックアウトが過ぎてしまって、まあチェックアウトから空港までのね、バスの待ち時間とか空港行くまでの時間等々にですね、このラウンジでゆっくりしていただいたりですね、またね、荷物預けて最後の買い物を楽しまれたりね、まあこういった感じでね、利用していただければな、なんていうふうに思いますので、ハワイ行かれる方はですね、JCB のカード、またね、三井住友カード、またね、楽天カード、あとゴールドカード1枚ぐらいね、守っておくとですね、まあ基本的にねどこでも入れるかななんていうふうに思いますので、まあ、この点ねぜひ覚えておいていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますのでぜひねチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。